皆さんこんにちは、サンプラスの平野光秀です。中国語に興味がある方、僕たちと一緒に学んでいきませんか？この動画では俳優である僕たちが中国語でのセリフに挑戦して演じます。ドラマを楽しみながら一緒に学んでいきましょう。今日登場するフレーズは有没有我能帮忙的事、手伝える仕事はありませんかと声をかけるときに使えるフレーズです。ドラマを見ながら一緒に練習してみましょう。那个，啊，我以前曾有过暴力事件。我们知道啊，我们的调查很仔细。你们知道，那为什么？你只是常保护那个受欺负的孩子，对吧？你们为什么会知道？不告诉你。我们的调查很仔细。队长，请回应。怎么了？上井站有敌方交战。怎么呢？小甜甜为我担心了，真高兴。佐波受伤了，不过没有生命危险，但情况不太好，快撑不住了。苍井加油，必须的，冲啊！哎，队长，哦，有没有有没有我能帮忙的事。ここで今日のフレーズが登場しました。発音を聞いてみましょう。有没有我能帮忙的事、私に何かできることはありますか。このフレーズ内の有没有はありますか、能はできる、帮忙は手伝うを意味する言葉です。もっと短い言い方としては我想帮忙、手伝いたいですということもできます。逆に誰かに助けてほしいときには帮忙を、手伝ってくださいというフレーズを使うこともできます。具体的にしてほしいことが決まっている場合は帮我做饭、ご飯を作るのを手伝ってというように我の後に手伝ってほしい内容を入れるといいですよ。それではもう一度発音を聞いてみましょう。有没有我能帮忙的事。それではドラマの続きをどうぞ。有没有我能帮忙的事。有。徐天，准备上行出击。啊，他还没。相信能做到。M， 出发。相信，我们干，干了，拜托你喽。我来了。